そんなもん言わんでもわかる。2023年の WBC 優勝で日本中が大盛り上がりを見せた侍ジャパン。その準決勝で先発を任されたのがロッテの若きエース佐々木朗希です。 WBC 直前の強化試合ではフォークの精度にアバウトな部分がありましたが、いざ WBC が始まるとシーズンさながらの奪三振ショーを披露。同い年である奥川康信や宮城大弥などがいる大豊作世代の中で最も活躍している選手といえます。若くして日本代表に選ばれ、準決勝を含む2試合に先発を任された佐々木ですが、その才能を見込み直接指導していた人物がいました。その人とはメジャーリーガーのパイオニア野茂英雄。野茂は急成長中の佐々木朗希を直接指導し、野茂英雄が佐々木朗希について語った言葉に誰もが納得するしかありませんでした。野茂が見た令和の怪物。現在パドレスのアドバイザーを務める野茂は、日本人で初めてメジャー挑戦を成功させた選手です。野茂は打者に背を向けるトルネード投法と呼ばれる独特なフォームから剛球とフォークを武器にプロ1年目から活躍。ルーキーイヤーの1990年4月29日のオリックス戦では、当時の日本タイ記録となる1試合17奪三振を記録し、完投でプロ初勝利を挙げました。新人ながら最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率と投手4冠を独占したほか、ベストナイン、新人王、沢村賞、MVP を受賞。シーズン2桁奪三振試合21回、5試合連続2桁奪三振、パ・リーグ最高記録となる奪三振率 10.99 など従来の記録を次々に更新しました。その後1995年にドジャースとマイナー契約を結ぶと、同年5月2日のジャイアンツ戦で先発投手としてメジャーリーグデビューを果たします。1年目から28試合に先発し、13勝6敗、 191.1回、奪三振236、防御率 2.54 の成績。いきなり最多奪三振のタイトルと新人王を獲得します。その後メジャーでは12年間投げ、ドジャースを除く29球団との試合で勝ち星を記録。通算成績は123勝、防御率 4.24、 1976.1回、1918奪三振、ノーヒットノーランを2回達成しています。まさに日本人メジャーリーガーのパイオニアだと言えるでしょう。そんな野茂は近鉄時代のチームメートであるロッテ監督の吉井正人、1・2軍統括コーチ兼統括コーディネーターである三山秀和とのつながりで、2023年2月4日にロッテの春季キャンプを訪れます。そこでネット裏から令和の怪物佐々木朗希の投球を見た野茂は、2月の初めにしてはだいぶ出来上がっていると唸らせ、 WBC に臨む佐々木を絶賛。投球後は室内練習場でフォークボールの握り方などについてもアドバイス、変化球や投球内容について自身の経験を伝えました。視察後、報道陣から佐々木のメジャーリーガーとしての素質について聞かれた野茂は、そんなもん言わんでもみんなわかっていますと野茂らしい表現で太鼓判を押します。そんな野茂から評価されている佐々木ですが、実はこの2人にはある共通点がありました。それは独特な調整法です。2人は練習メニューで多くの投手が取り入れている遠投を行いません。佐々木のキャッチボールの距離は長くても30から40メートル。地面と平行するように低く強いボールを投げることを心がけています。163キロをマークして話題になった大船渡航時代から遠くに投げるメリットがわからないと話していただけに、プロでも同じ練習スタイル。野球の定番メニューでプロだと70から80メートル、そこからさらに距離を伸ばす選手もいます。体全体を使うフォームを身につけ、地肩を強化するトレーニングとして特に投手には有効と言われ、ルーティンとしている現役選手は多いのが現状。そんな球界の当たり前に早くから疑問を抱き、様々な批判を受けながらも自己流を貫いた男が野茂です。トルネード投法に代表されるように決して型にはまらず、日本人メジャーリーガーの先駆者として道を切り開きました。かつての野茂もデメリットを考えて遠投はせず、30メートルほどで強く投げるキャッチボールで調整していたそうです。遠投しない選択をした野茂と佐々木に共通しているのは、
固定観念や先入観だけで物事を判断しないこと、野球選手として突出した技術や能力を発揮している2人ですが、常識を疑い、自分で考え、信じる道を貫く意識の高さこそスペシャルな才能と言えるかもしれません。このように周囲からも評価され、野本も共通点が多いことから、ロッテの首脳陣は佐々木の成長に期待しています。佐々木の急激な成長。佐々木がロッテ入団時に投手コーチをしていた吉井は、佐々木を初めて見た時の印象を、衝撃はものすごかったですよ。野茂英雄をはじめ、ダルビッシュ有、大谷翔平といろいろ見てきたけれど、朗希の場合は、そのメンバーも超えるぐらいの実力を持ってるんじゃないかなって思ったから、とコメント。また、2020年2月1日に行われたキャンプ初日で、佐々木のフォームを見た吉井は、あれだけ足を高く上げられるのは体のバランスが良く、コーディネーションができている証拠、いいピッチャーであることは間違いありませんね、と評価しています。他にも2月13日に行われたプロ初のブルペン投球を見て、球もすごいんだけど、あの体で、あの年でコントロールが良かった。大谷は結構ばらけていたので、確かにすごいけど時間かかるかなと思ったけど、朗希にはそれがなかったから、と大谷よりも早く活躍することに期待していました。また当時ロッテの監督であった井口忠人は、想像をはるかに超えていた。今年ブルペンに入った選手の中ですでにナンバーワンと絶賛していたのです。その一方で吉井は、高校の時にずっと大事に使われていたので、プロに入ってきた時にはマウンドで3球全力投球できるのかなって思うぐらいの体力でしたね、と酷評。そのこともあり、吉井は1年目は1試合も投げさせないという育成方針を打ち出し、開幕後も出場選手登録はしないまま1軍には帯同させ、ひたすら体力作りに専念させました。この育成方針が功を奏し、佐々木は2021年シーズン終盤から一気に怪盗ランマのピッチングを披露。11試合に先発して3勝2敗、防御率 2.27 を記録しました。また、楽天とのクライマックスシリーズファーストステージ第1戦の先発に抜擢され、6回10奪三振、1失点の好投でチームの勝利に貢献。そして3年目の2022年は疲労を考慮し、110イニング程度で止める方針でシーズンを迎えます。4月10日のオリックス戦では、プロ野球新記録かつ世界記録となる13者連続奪三振、プロ野球タイ記録である毎回の1試合19奪三振、史上16人目となる完全試合を達成。毎回奪三振での達成は史上初、通算14試合目での達成は史上最速、20歳5ヶ月での達成は史上最年少記録となりました。そして最終的に20試合に先発し、9勝4敗、防御率 2.02 という成績を残します。結果として130イニング近く投げることになりましたが、1年間継続して1軍のマウンドに上がることを達成しました。23年シーズンの育成方針について吉井は、23年シーズンは同じような感覚になるかもしれないけれども、シーズン後半もへばらないで、あの4月みたいなピッチングができるようになってくれればなと。で、その次の年、24年シーズンぐらいからですね、フルに180から200イニングを投げられるぐらいの登板間隔で先発させるのは、と将来に期待しています。また、2023年2月15日に行われたヤクルトとの練習試合では、2回を5奪三振、無失点の好投を見た吉井は、順調に来ている。バッターの対応を見ていると、しっかりいいところに投げられていたのかなと思います。と評価。順調に成長を続けている佐々木は、もしかしたら近い将来、メジャーで野茂を超えるインパクトを残すかもしれません。メジャーの佐々木への期待。インパクトのある成績を残している佐々木は、21歳という若さながら、その活躍をアメリカメディアも盛んに取り上げるなど、メジャーリーグからも熱い視線が集まっています。完全試合の達成や17イニング連続無安打、52者連続アウトなどの活躍もあり、アメリカ国内でも大きなニュースとなり、注目度が急上昇。ロサンゼルスタイムズのヘルナンデス記者は、みんな言っているのは、投手としての能力は大谷より上だと。どうやったら彼に近づけるか聞いてくる代理人もいた。
チームの幹部も知っているし、彼のマネジメント会社や周囲の環境など調べ尽くしていると思う、と佐々木を狙うメジャー球団の状況を説明しました。またある球団の GM は、今の時点で世界のベスト5には入るんじゃないかと言っていた。もちろん真顔でね、と話し、メジャーの球団の GM が最大限の評価をしているようです。他にも、2023年にメジャーに来れば最短6年で FA になれる、最初は大型の契約ができなくても後でもらえる金額が大きい、大谷も23歳で来て29歳で FA、 大谷は400、500、600億円出てもおかしくないような状況になっている、佐々木もそういった夢がある選手だと、早くメジャーに来るべきだと持論を展開しました。また MLB 公式サイトのボリンジャー記者は、今まで見たことのない完成された投手だった、あれで20歳というのはちょっと考えられない、平均101マイルのストレート、90マイルを超えるスプリット、投球フォームも滑らか、かなり印象的だったと評価しています。2023年2月19日 WBC の日本代表合宿3日目のブルペンでの佐々木の投球を見たフリードマン編成本部長は、若くて才能あふれる投手、最高の才能の持ち主と、剛速球を目の当たりにして称賛。アメリカメディア ESPN は、知っておくべき選手として佐々木の名前を挙げ、彼は21歳の右腕で球速2桁の速球を投げる、メジャーリーグのスカウトや幹部はいつの日か佐々木朗希を手中に収めたいと思っていると伝えています。カージナルスで活躍するヌートバーは、メジャーも注目する佐々木について、アメリカにいる時から知っていた、間違いなく佐々木はいずれメジャーにやってくる選手だ、時間の問題だ、才能あふれる素晴らしい若手有望株だ、見ていて楽しいと太鼓判を押しました。さらに、佐々木はエキシビジョンゲームで103マイルを計測した、佐々木は間違いなく印象的な選手だと称賛しています。2023年の WBC 第3戦で先発した佐々木のピッチングを見た吉井は、緊張してマウンドに上がったと思うんですけども、その中でも自分のピッチングができていたと思う、ちょっと力んでましたけどねと笑って評価。最終的に2試合に先発し、1勝0敗 7.2回、奪三振11、防御率 3.52 という成績で、14年ぶり3度目の優勝に大きく貢献し、さらに注目度が上がっています。佐々木のメジャーリーグ挑戦は、年齢の制限が解除される2027年以降と予想されていますが、もしその時点で現在の投球を維持、もしくはさらなる進化を遂げた場合は、年俸総額150億円から200億円規模の大型長期契約が結ばれる予定です。佐々木が野茂のような圧倒的な投球でアメリカのファンを驚かせる日もそう遠くないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると、明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。